鉄板ザクロ石は、ネソ計算使用のザクロ石群に属する鉱物の一種で、ある。アルマンディンとも呼ばれる。この名称は、トルコのアラバンダに由来するとされる。蘇生式は、FE3AL23 で表され、多くは、クバンザクロ石成分と雇用体を形成する。赤色から、暗石色を呈し、12面体あるいは変皮紙24面体などの、 時系結晶を作りやすく、10cm を超えるような大結晶が産出することもある。ザクロ石群の中では最も普通に産出する。屈折率は1.83程度で密度とともに、クバンザクロ石よりやや高い。鉄板ザクロ石は、玄武岩など区鉄質岩の高圧による、変成作用により生成し、結晶変岩など変成岩中に見られるほか、 火成岩の造岩鉱物としても生成される。変成岩中に産出される場合は、変成度の指標となり、九番ロ石よりは低圧条件で生成されたことを示すとされる。美しいものは宝石として用いられ、一般的なものは研磨剤として用いられてきたが、現在では研磨剤としては合成品が主流となっている。また、ろうそくの炎の明かりにかざしてみると美しい。 深海路を停止、かつては宝石として珍重されていたが、蛍光灯火では黒ずんで、三重峡では宝石としては、かつてほど評価されていない。広い地域で産出し、東、アフリカ、アメリカ合衆国のアラスカ及びオーストリア産の結晶片岩中に含まれる。日本では、茨城県真壁郡真壁町山の王のペグマ隊途中、愛媛県四国中央市土井町のザクロ石、 核戦眼中に損する。ありがとうございます。